顔全体がピーチピンク、チークはこのような色合いです。中指1本に取ってもらって、目の下からトン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 と下に降りていきます。アイシャドウは中指に取って、真ん中から降りていって、内側に行って外側に行く、このような感じになります。そしたら次に紫色をブラシにトントントンポ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 ンと取ってもらって、こちらをトン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 って重ねていきます。最後にこのピンクをつけていきます。そうすると私たち黄身肌なので、最初にピンクつけちゃうと沈んでグレーっぽくなっちゃうので、さっきのようなベースというかアイシャドウをつけておくとすごいバランスよくなります。そしたら次にリップ全体につけていきます。なじませながら最後にですね、リップブラシでなんかこう縦にしてリップブラシをシャー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 ってなじませていきます。そこにこのキラキラのグロス、ちょっとシワが綺麗に縦線がつくようにポンポンポンってシワを見ながら、ハイライトは2色使っていきますね。ピンク系のハイライトと白系のハイライトと、あとこの細いブラシ、ちっちゃめのブラシで細かくつけていきたいと思います。